ってやつしか食べられない食べ歩きサイコロイン渋谷。よいしょー。わー、どうめしたの人どうすの。あ、ほじです。いいんで、カメラマンがカイトです。はい、はい、というわけでですね、今回渋谷に来ております。はい、特殊な旅歩きをしていこうということでですね、はい、ルールを考えました。はい、まず、まあ、4人でじゃんけんをして、はい、勝った人が食べたいものを指定できます。で、行ったその店の前でもう1回じゃんけんをします。なるほど。そのじゃんけんで勝ったやつが食べれます。なるほど。じゃあもう最初じゃんけん勝って食いたいとこまで行ったのに食えない人がいるってこと。そういうことです。じゃんけん2連チャンで勝って食べたいものを食べれると。で、さらにそのじゃんけんで勝った人がこちらのサイコロを振ります。このサイコロがですね、1が3面、2が2面、3が1面というサイコロです。これで振って出たサイコロの目の数、そこの店で物を買ってください。そういうルールで今回は渋谷で食べ歩きをしていきたいと思います。はい、というわけで今回は渋谷でサイコロを使って食べ歩いていこうと思います。やっていきましょう。よし、じゃあ早速1店舗目のあれを決めていきましょう。最初はグーチョキポイ。なるほど。まあ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 初手だからな。まあね、最初はグーチョキポイ。なるほどね。別にね、特に下調べしてないんでね。そうね。まあでもなんとね、僕らお昼ご飯食べてないんですよ。そうなんですよ。やっぱお腹空きましたね。ラーメン食いてるなと絶対早いよ。やばいな、思いますね。僕はちょっと調べます。なんで食べれる人をじゃんけんで決めましょう。勝ち。最初グーじゃんけんぽい。うわー、食えないんか。せーの、最初グーじゃんけんぽい。もちよしかよーす。おー、行ってきます。じゃあ持って。あ、来た。お、熱い。中が冷房も何も効いてなくて。マジ？でもめっちゃうまい。だね、めっちゃスープまろやかだった。あとなんだろう、チャーシューめっちゃ柔らかくて、言うてでもまだいけるかなぐらい。お腹も。じゃあ次の店を決めましょう。最初はグーじゃんけんぽい。おー、中の勝負かよ。最初はグーじゃんけんぽい。わー、強ない俺。またとにかく熱いんすよ。アイス食いたいなと。ちょうどいいな。ということで、サーティワン食いたいですね。最高だ。行きましょうか。行きましょう。とりあえず行きましょう。画面に入る努力をしろ。あ、今入った方が良かったの。サーティワンです。いいね。ちょっと思ったんですけど、4分の1だったら若干なんか良くないと思うんですよ。回転率が増える人が。そうそう、だから勝った2人が増えるようにした方がいいと思うんだ。なるほど。最初はグー、じゃんけんぽい。うわー、やばい。絶対食いたいもんな。マジで食いたい。絶対食うよ。はい、1個でしょ。ザー、マジか。あ、マジで決めそう。ちょうどデザートじゃねえかよ。最初はグーじゃんけんぽい。おー、はい、1個でしょ。あー、うぜー。マジ無理。いや、まあ、まあ、2個でもいいよ。行かせていただきます。はい、キュース。店のターン。おー、まあまあ、ちゃあまあまあ、まあ、まあ、いきます。はい、まあ、うざすぎるな、これ。また食えねえのかよ。うわ、うぜー。マジ、ほんとにうぜー、こいつ。めっちゃうまい。うますぎる。ちなみに何ですか。これは抹茶とチョップル、チョップドチョコレート。レインボーシャーベット。いや、もうだからうめえんだよ、おめえのは。じゃあ、ちょっとじゃんけんしちゃいましょう。最初はグー、じゃんけんぽい。じゃんけんぽい。ねえ、もうさ、いい加減にしてくれよ。最初はグー、じゃんけんぽい。よし、あー、勝者、この笑み。何を食いたいんだ。これはな、牛串が食いてんだよ。あ、牛串だったよ。もうそこにあるから、牛串行きましょう。マジ、牛串屋さんですね。絶対美味しい。うまいな。正直どう、いる。いや、正直これ食べたらもういらない。行きましょう。行きますか。最初はグーじゃんけんぽい。よっしゃー。2人か。まあまあ、誰やったの。それと、ハルキ。ねえ、俺食えてないんだけど、本当になんで俺さっきからパーばっか出してんの、やばくね。しゅー、浮かれすぎてサイコロを忘れてた。じゃあ俺からいきます。はい、1でいい。よし、完璧。もう完璧よ、この回パーフェクト宣言は。いや、1でしょ。もうね、なんならお腹いっぱいなんで。いまーす。1、あー、3です。マジか、牛串さん。いい
いらなすぎる。マジか、うぜぇ。ゆうくしさんうざい。最初はグー、じゃんけんぽい。うわぁ、もうシャツ着たけんじゃねえ、お腹空いたんだよ。まあ、最初はグー。ちょっとつまんねえよ。あれ、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 あれ